Hello. Welcome to YH Radio. My name is Candy. Let's get started, Hide-san. はい、ありがとうございます。今日はね、初めてキャンディーが手伝ってくれるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあリビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュの代表、私、渡辺秀和と、今回はキャンディーがお届けしていきます。ということで、早速ですね、浦越さんに、今日のゲストを紹介していく前に、はい、村越さん の、はい、自己紹介コーナー恒例の自己紹介、はい、お願いします。はい、はい、Hello, I'm Takeru Funakoshi. Last year, I heard many music 紅白レコード大賞 I think that only Japan has music program on the television at the end of the yearAnd speaking of this year's topic, this week the famous musician Backstreet Boys released a music album for the first time in 5 years. I'm looking forward to it. So let's introduce our guest today. She is very active. Let's listen.After why she is active. Her name is Teacher Kidauchi. どうもありがとうございます。すごい自己紹介、いつも感動します。年末の紅白歌合戦を見たと。僕見てないですけど、バックストリートボーイズが5年ぶりに見てるか。年末年始は日本の文化として、はい、なんか音楽番組が、はい、紅白とかに持ってたりとか、はいはい、そんな多いんですけど、ね、はい、そういう話題からなんか音楽といえばバックストリートボーイズが5年ぶりに、はい、アルバムをちょっとリリース、あ、アルバムを5年ぶりにリリースしたっていうだったんですね、はいはいはい、そういうちょっとした情報を挟んでというか、素晴らしい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます、はい、では、木戸さん、まあ、ゲスト英語で自己紹介よろしくお願いします。Hello, I'm Amy Kidoji. I was very looking forward today. Thank you very much. 素晴らしい、ペラペラすぎて分かんないですね。ちょっと早かったですよ。大丈夫ですか、いいですか、はい、ではこの番組はですね、キャンディー、ウィスコンシン州から今日来ていただきましたね、アメリカのね、はい、キャンディーから英語で質問しますので、それについて何語でもいいので答えていただければと思います。はい、はい、じゃあ最初キャンディー。What do you do for your work? はい、What do you do? で何をしてますか、職業ですね、はい、何をしてますかっていうところで、はいはい、KEC で社員研修の担当をしています。はい、社員研修、はい、どういうことだったんですか。いろいろとやってまして、階層別の研修からテーマ別の研修からいろいろとやってるんですけれども、はい、オーダーメイドでお客さんのご要望に応じて、はい、こういう課題があるっていうところに対してご提案させて研修作っていくことが多いんですけれども、あ、それで今日こういう、はい、あれですね、新入社員合同研修のチラシが上にあった、はい、そうですそうです。下はこれ面白いですね、ゼンデラ、ゼンデラの合宿研修を2泊3日でやったり、はいはい、面白いですね。そうですね。ゼンデラ、これは4月の2日から4日、4月の、はい、2日から4日で新入社員に対して両方ともやっていくんですけれども、はい、その座学の研修だけではどうしても何ていうのかな、こうお伝えしたことが、はい、しっかりできるようになるまで時間かかってしまったりとか、はい、実際にできてるのかどうなのかわからなかったりっていうのがあるので、はいはい、伝えたことを、そうですそうですね、伝えたことをいざ掃除の場面で例えばそのほうれん草が大切よとか役割分担が大切よと伝えても、はい、掃除をするときに、階段をね、はい、雑巾拭いてる上からコーヒーへゴミ落としてきたりとか、あ、そしたらまたまたそうね、はいはい、こんなんダメだっていうのを伝えたりしていきながら成長してもらう企画です。毎年当たる、毎年やってますね。素晴らしい、はい、ゼンデラ、はい、はい、
興味あります、はい、そんなんやったんね、はい、であとなんかあれなんでしょ、KGC さんは3年ぐらい前から海外、はい、海外視察とか、そうですそうです、はい、視察研修ツアーもやってます、はい、はい、どういうところに行ってこられるの、1年目が、シンガポール、はい、2年目がバリ島、はい、で3年目が、シリコンバレーとラスベガス、はい、去年ね、はい、去年アメリカねできたらちょっと合流したいなと思ってたんですけど、ああそうそうそう待ってたんですよ、ちょっとニアミスで待ってたなかなか申し訳ない、行く気がまんまやったんですけど、そうなんですね、なんか聞くところによると来年はもう予定ができる、まあ、予定としては、はい、中国の深圳に行こうかなと、なるほど、はい、アジアのシリコンバレー、そうですそうです、青空が見える中国、うん、ああそうなんですね、へえ、なんかえらい近い感じですけど、はい、どうしても前回がアメリカに長くて期間もすごく長かったので、はい、こんなに長いといけないわっていうのをお客様もいらっしゃったので、はい、日数も短く行けるようにっていうことで、遠いところ近いところ、遠いところ近いところの順番でやっていこうかなと思ってます。なるほど、素晴らしいですね、はい、じゃあこうより皆さんが来やすいというか、ちょっと去年はアメリカで遠かったけど今年は中国やったら近いし行きやすいかな、そういう感じなんですね、はい、それはいいですね、なかなか考えられたビジネス研修ツアーでね、はい、なんかいろんなとこ行ってましたもんね、去年もアメリカもそうですし、その前の、ね、バリ島シンガポールも、はい、すごいなかなか一般の人では行けないようなところを全部、はい、全部、ひどじさんが、はい、考えて中には、お手伝いしていただけることもあるんですけれども、こういったところに行きたいというテーマを決めて作っています。すごいなぁ、ぜひ今年行きたいですね、ぜひぜひお願いします、待ってます、はい、じゃあキャンディ次の質問、ネクストクエスチョン、 What countries have you visited? はい、今までどこに行ったことがありますか、はい、っていう、はい、アメリカにはたくさん行ってて、ニューヨークは20回以上、はい、20回、はい、であと、アメリカだったらあとシアトル、ロサンゼルス、はい、ラスベガス、サンフランシスコ、シリコンバレー、はい、あとバリ、シンガポール、はい、カナダ、はい、あとニュージーランド、オーストラリア、香港、うん、ゴタ島、グアム、うん、サイパン、はい、インドネシア、そうですね、うん、マレーシア、香港、はい、マカオ、めちゃめちゃ行ってますやん、撮影期限ぐらい行ってます、はい、行き過ぎですね、行き過ぎですね、なんかあれなんですか、その行く用事がたくさんある、はい、KC 入る前が旅行会社で働いてまして、はい、あ、そうなんですか、はい、旅行会社、旅行会社で働いてて、そら行きますね、はい、そらそんだけ行きます、どれくらいやったんだった、7年間働いてました、そらね、20回行くわニュージーランド20回ニューヨークニューヨーク20回、ちなみにニュージーランドは何回、ニュージーランドは5回、あ、はい、それでもだいぶ行ってますね、はい、ニューヨークが好きすぎて、はい、ニューヨークに行きそうなお客さん見つけて営業して、ああニューヨークいいですよ、ニューヨークいいですよって売ってきてついていく、売ってきてついていってじゃあもう庭みたいな、そう庭みたいなもんです、まあもともと分かりやすいですからね、ここはメジャーでニューヨークはね、へえすごいな、じゃあその経験がこう A 氏のビジネス研修ツアーにギュッとギュッと使われてるっていう感じ、はい、ギュッと、はい、それはそれは素晴らしいいやすごいな、じゃあギャディ次の質問を What's the most interesting story you have? はい、Most interesting story、はい、とっても興味深いっていう、はい、それはもうそんだけ言ってたら山盛りあるでしょういっぱいあるんですけど、はい、そのお客様のトラブルもいっぱいあるんですが、はい、自分自身がこう大変だったのは、ニュージーランドとオーストラリアと、はい、ちょっと行ってきてみたいなちょっと工程を作ってることがありまして、はいはい、ニュージーランドにもお客様がいて、はい、オーストラリアにもお客様がいて、ちょっと両方見ないといけなかったので、はい、変な仕事になったんですね、はい、そしたらこう税関で捕まってしまいまして捕まった抜け出すのに大変苦労したっていう話があります。どこの税関ですか。オーストラリアの出国で、オーストラリアからニュージーランドに行く出国の時に、そうですちょっと来いと、そう自分ちょっと来いっていう感じで呼ばれて、そうですねなんて言われたんですか。なんか君はニュージーランドから来てなんでまたニュージーランドに戻るんだろう、あ
何が目的なんだみたいな、なんかこう役場にいいんじゃないかと思われたんですよね。ニュージーランドの何を、オーストラリアからニュージーランドに何を持っていくねんみたいな、何を持っていくねん、しかもこんな短い期間で、ああそうか、何日か行ってまた戻ってっていう話ですよね。でどうなったんですか、どうなったんですか。でその時にあのこうニュージーランドってこう旅行会社の添乗員として行くならば、その添乗員のビザっていうのを持ってないといけないんですけれども、別で仕事をするそうビジネスビザがいるんですね。でもあのこう私はその当時は添乗ではなくて、はい、あくまでも元気ですかって言いに行くだけだったのでビザ持ってないんですね。でここで、添乗員だからとか旅行会社だからって言ったら絶対捕まってしまうと思ったので、うん、本当のことは言えない、うん、どうしよう、そういう立場上、うんうん、どうしようと、はい、でとっさに思いついたのが、はい、私はこうニュージーランドにこう彼氏がいるんだと、はい、でこうちょっと友達 の用事があったので、オーストラリアに行かないといけなかったけれども、日本に帰る前に最後にもう一度あの彼氏の顔を見てから帰りたいから、だからニュージーランドに戻るんだっていうことをこの熱く語って、はい、なんとか出してもらいました。あすごいすごい、通りました通りましたすんなりすんなりと、ニュージーランドねたまに細かいですよね。まあまあ自然な靴とかスニーカーとか絶対取られたりするし ね、 ね、僕も一回呼ばれて、うん、で並んでたらごっつい麻薬犬が来てね、僕の両サイドめっちゃ麻薬犬座ってんねそいつら僕全然大丈夫やったけど、で呼ばれて、なんで俺ここに呼ばれたって聞いたら、いや自分パスポートがなんか色とか行き過ぎてるからどやねんと思って呼んでみた、けど大丈夫そうやなみたいな、じゃあ、ね、頑張って楽しんでとか言って、なんで俺ここに呼ばれたかなっていう経験はありましたよ昔はい。ねえ、オーストラリアね、結構人によりますけど、ね、すぐ入れるんですけどね、大体日本人はね、問題なくね、そうですかね、その経験はなかなかないです ね、 ね、いやいや、じゃあちょっと話尽きないですけど、ちょっと告知を、あ、はい、はい、ぜひ、はい、で、経営士では先ほどもお伝えしたように、新入社員の合同研修を、はい、企画しております。はい、こちらですね、はい、はい、で、会場型では、4月の2日、3日と、L 大阪で行いまして、はい、あと4月2日から4日まで日にちかぶってしまってるんですが、全寺で、合宿研修を行います。本当ですよ。そうなんです。どちらかにご参加ください。、はい、そういうことで、どちらかにご参加ください。L 大阪か、全寺か、で、会場型の方もしっかりと1日目にインプットさせていただいて、2日目に演習の時間を設けています。はい、いやいや、それでは足りないよ、もっと厳しくこう新入社員に、学生から非常勤への、はい、切り替えっていうのを学びたいよっていう方には、こう禅寺の方へぜひお越しいただければと思っています。はい、なお禅寺は、大変好評いただいておりまして、残り、枠があと10名様となっております。じゃあ急がなきゃ、急いでください。ですね、はい、はい、いいですね。ゼンデラちょっと面白いですね。はい、ゼンデラすごくいいです。キャンディーは興味ある？ゼンデラ知ってる？ Do you know about Buddhist? Yeah, I know. I understand. I understand. But yeah, I've stayed before. あ、行ってきたの？ Yes. 泊まったことある？ Yes. あ、そうなんだ。へえ、なんか体験者みたいですね。It's a good experience. いや、日本人の僕がない。ぜひぜひ行ってみたいですね。はい、はい、今度10月には管理職向けの禅寺も企画してますので、ぜひぜひその時に、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあギャンディちょっと最後 close this show。 So thank you for listening and we hope you listen again。 はい、バイバイ、ありがとう。